北越鉄道は、かつて、新潟県内で鉄道を建設、営業した鉄道事業者である。現在の新越本線直越新潟間に相当し、1907年に鉄道国有法により国有化された。現在の新越本線が日本海岸の直越から内陸の長野に向けて1886年に路線を伸ばし始めたものの、 直江津北の間接による建設は見通しが立たないと判明した。そのため、地元新潟県有志は渋沢栄一に東京の資本家を呼び込むことを依頼し、渋沢を北起人代表として1895年に北越鉄道株式会社を設立した。直江津側は1897年のカス神新電先を皮切りに順次延伸開業していった。 新潟側でも1896年に着工し、建設が進められたが、起点を沼水にして、長岡方面延伸を急ぐべしとする東京資本と、新潟市外に資金となる1万台共犯に益を設けたい、新潟出身重役との対立が収まらなかった。株主総会で本社を東京に移すと決める際には、警官の出動する騒ぎであったという。 沼水機関庫と貨物庫が爆破され、1897年の開業は4日遅れる事態にまで至った。1903年に本社が長岡に移転し、翌年に新潟延伸が実現している。1904年に新一柴田の免許を再び得たが、同区間の免許が執行すれば規制区間の免許も執行する。全線を勾配、または建設実費で政府 または他の会社に売り渡しても意義はないという条件付けであった。この区間は未成のまま引き継がれ国有化後の1912年に開業している。1906年に鉄道国有法の成立により買収されることが決まった。業績が悪く評価額が低いため株主の損失が大きいとして衆議院に救済を請願したが、これはかなわなかった。 線路 138.1km、機関車18、客車74、貨車298が引き継がれた。2等は3等の50%増し、1等は2.5倍タンク機関車ばかり、7形式18両が在籍した。1899年により、渡辺義和の公安で、重油専念装置を取り付け最終的には全車に装着した。しかし、 火災事故も何件か発生した。当初の2等車と3等車は、両端開放出入台形、車体寸法7 2 1 4 2 2 1 3 3 1 5ト、mm、ル軸距離、mm、3 8 1 0トル時長6.3トン。1898年から、貫通扉付け密閉型、片側に扉に改めた。形式称号は1等車、2、等車、6、三等車、 は、手荷物関係者、部、郵便車、湯。客車の在籍リンク先は、国立国会図書館デジタルコレクションの、客車略図上管書記は6トン積みで、後期は7トン積み、輸送車は、私有貨車が多く、数に入っていない。なお1899年に、日本で、最初の鉄製筒型の石油タンク車が、 新潟鉄工所で製造された貨車の在籍。ABCDE、日本全国諸外社役員6。明治40年。ハット ABCDEFGHIJKLM。N 川上ピアニッシも。155から157。北越鉄道の開業から国有まで。ハット ABCDEFGHIJKLM。鉄道省当初東京市5月移転日本。国有鉄道100年市。 第4巻、341ページ、日本全国諸外社役員録。明治29年、停車場問題で3万の新潟市民県庁に、押しドリキス、国民新聞明治30年4月22日、新聞修正、明治編年始、第1区間、施設鉄道不設仮免場下付、官報1894年課、四月15日、施設鉄道不設免許状下布。 官八1896年1月14日、ゼネラルカタログマサチューセッツ、インスティチュート・オブ・テクノロジー、1899、P217、七本間 A1、ロ本間ン否定チローコト・バンク、運輸開業免許状カフ、官八1897年5月25日、施設鉄道不設仮免場カフ、官八1897年5月25日、日、 運輸開業免許状か付、官報1897年か、月12日、運輸開業免許状か付、官報1897年11月25日、運輸開業免許状か付、官報1899年1月20日、運輸開業免許状か付、官報1899年9月12日、仮停車場設置、官報1900年5月14日、仮停車場閉鎖。 官方1900年8月25日、うにゆかいし、官方1904年5月6日、施設鉄道株式会社線路短縮許可、官方1904年12月13日、施設鉄道株式会社本免許上下付、官報1904年12月13日、施設鉄道株式会社本免許申請書下げ戻し、官方1904年9月17日、 停車場廃止、官報1906年9月8日、ABC 川上 P157、北越鉄道の運輸川上 P157 に、北越鉄道の広告が掲載されており、上野長岡が当日県内であることが謳われている。ABCDEFG 川上 P159、北越鉄道の客貨車、新潟鉄工所40年市国立国会図書館。 デジタルコレクション鉄道ともの開脚者起動者研究会日本の食堂車猫パブリッシング2012年4ページ食堂は廃止三等者に改造鉄道員連邦明治42年度人事更新録初版人事更新録初版北越明志伝人事更新録三版北越明志伝,伝衆議院議員列伝人事更新録 三番、ありがとうございます。